さごころです。りさです。今日は、はい、古谷ゴルフガーデン、はい、という練習場ですね。ね、初だね。初ですね。りさちゃんね、ずっと呼びたかったんだよ、練習場。練習場企画ね。念願のりさちゃんを練習場に連れてくることができました。はい。で、今回は、古谷ゴルフガーデンさんに、撮影許可をいただきましてですね、しっかり練習していきたいと思います。で、その前に、ここ、すごいことが起きたの。何あのね、なんと、なんと貯めるね貯める系ね。なんと、聞くところによると、なんと 全打席、いっぱいあります、ずらっと。で、上もあります、ずらっと、全打席で、トラックマンで自分の数値を見れちゃうんです。全打席で、はい、ここだけじゃなく、ここだけじゃなくトラックマンで、あのトラックマンで、あのトラックマンで。でもどういうことっていうのがあって、まあでもちょっと分かんないので、今日は古谷ゴルフガーデンの鳥本さんにちょっと説明をしてもらい、説明をしてもらいたいと思います、よろしくお願いします。鳥本さん、はい、まあ、一体どういうことかなっていうのをまず知りたいんですが、パッと見たところトラックマンがまずない。ないないんですよね。ないんで、と言われてもどうやって見てるんですかっていうのをちょっと知りたいんですけど、どうやって全打席 あの数値をこうやって呼び込むことができるんですか。あちらにセンサーがあるんですけど、の点ってなってる。はい、捉えました。はい、1個目はあれです。1個目があれで、はい、あれと同じものが上にある、ね、屋上に、屋上というか屋根上にありまして、はい、その2台で、今打たれたボールの全てを捉えてます。2台で全部終えちゃうんですか。2台で終えてます。ちょっと信じられないかもしれないですけど、初め僕も信じられなかったんですけど、ちょっとまだ信じられない、よくわかんない。実際試してもらわないと多分信じられないかなっていうのがありますね。で、さらに、iPhone ですね。スマホ。スマホ。まあ、Android。Android でも何でも。で、自分の数値を見ることができる。普通のアプリで、トラックマンレンジっていうものを取っていただいて、打席選んでいただくと、その打席からの打たれたショットのデータが全部出る。こんな感じですね。いきますよ。スタート。はい。6番。この打席じゃなくても、2回でも。リサさん、すごい。ゴルフ場でここが出てきた。ここにピューン。球が出るんで、ピューンって打つと、これちょっと後でね、見せますんで、iPad を無料で貸し出しします。してるので、スマホなくても見ることはできます。見ることはできます。こんな練習場が、なんていうの、日本に上陸すると思ってなかったね。アジア初。アジア初です。はい、では早速打っていきましょう。はい、やった。ちょっと見てみようよ。そう。どんなことが起きるのか、トラックマンで。お、ピーって言ったよ。ピッ、キャリー 52? もうこんなのさ、超楽しいじゃん。楽しい。いいね、今日ボールも見えるし最高だね。いいよ。で、これで何個で、あと散布図っていうの、上から見た散布図のです。おー、これは上から見た散布図らしいです。そうね、安定を変えるとき、私今8番なので、こうですね。で、一応目標も選べるんです。ターゲット奥のグリーンを超奥。おー、いいね。やってないのに。キャリー114、トータル126。ちょっとこすりました。これ練習場のボールの実際の距離なんですよ、でもしコースボールで打ったら、で換算すると、おお、数字を求めたくなる、いい数字。もういいんじゃない。おっと、
分かったよ、もう原因が。そうそう、うん、もう、うん、え、すごい、ここのボールさ、ちゃんと飛ぶよ、うん、そうヘニャヘニャがないね、うん、軽くないよね、うん、ヘニャヘニャがなって、分かる分かる分かるよ。どこ狙ってる？まず。まず目標決めようか。あそこにする。80ね。オッケー。もうおかしい。うん。あのね、また右向くが出てる。右向き体病が出てる。出てる？うん。はい。まずね、もう練習場に来たのは、もうマット通りに入った方がまっすぐ。じゃあこれだったらもう80無理だ。マットに逆らわない方がいい。うん。あ、なるほどね。線通り。こっか。線通りで、スタンスを決めると、で、一番、こういうので惑わされやすいから、こういうのをね、直す。ちょっと、すいません。みたいな感じで。つけたり、私は直しがち。ほんとだ。で、これで、あそこだよね。そう。あの奥ね。向きがね、やっぱね、まず向き向き、でもさ、構えやすくなったよ。うん、いいよ、うん、どんどん打ってこう。はい、うん、あ、おお、あそこ狙ったとこ、狙ったとこ、うん、見た。おお、あとね、いつもよりトップでの壁がない、多分当たらないからって、うん、早打ちになってて、うん、上げてもすぐダウンスターに入ってるから、うん、結構トップからバラバラ、ちょっと治る、ね、トップでちょっと一泊置く、一泊置くぐらいの気持ちで一泊置くって言っても置けないから、置けない、なんかこう気持ち、気持ち一泊、うん、そう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 、トップでその気持ちも置けない、なんか結構あるっていうのね、ない、ない今ないでしょ、でもスイングリズムが早いから、そうそうそう、ちょっとゆっくりで、あ、ね、結構当たらない、だって、右足のまま全部っていう感じだ。あ、もう体重移動もできない。そうそう、一発ポン。それは普通に今まではこう早いから、早打ちだったから、多分そのリズムで早いっていうのが分かったじゃない、今そのリズムでフルスイングしても慣れてくれば当たってくる。ハーフスイングの時はちゃんとね、クラブが立ってる。ありました。でもフルスイングさっき今まではここで寝てるから、うんうん、クラブしながらだし、あと手で返さないといけなくなるから、立てるイメージ、いい時は立ってるから、クラブ、あ、ここだって、ここだって、なんかそれだとこう遅れる感じがないし、打ち急ぐ感じもあんまない、うんうん、今のクラブ
ないけど、素振りとかだね、素振りで立ってるなって、基本立ってる状態の時ってクラブがすごくさ、うん、軽い片手でやっても持てるし、寝るとさ、もうめっちゃ重いじゃん、その軽い状態を感じながら素振りとか、フォローも一緒で、そうそうそう、イメージになるけど、それは別にやめた方がいい。うん、はい、いきなり行き過ぎちゃうのはどうしたらいい？いきなり行き過ぎちゃう。いきなりなんかガッて開いちゃって、このままなんかこう、うん、あ、じゃあイメージはちょっと被らせながら上げたいんだ。なるほどね。やめた方がいいよ。うん。はい、だからなんか。円が回れば立つよね、うん、体が回らないっていうのもあるのかな。それ、体が回ってないってこと？なんか、体が前すぎて、なんか置いてけぼりみたいな、クラブだけ後ろに行っちゃってる感じ。テイクバック30センチはそんなね、考えない、うん、でその30センチでほとんど決まるから、この辺ぐらいまでの引き方で、こういうのすごい気になる。直したい。この30センチぐらい、ね、この腰ぐらいまでの30センチ位置でこっちに入ったらもうこっちしかいかないし、ここで大体決まるから、このテイクバックでどうのこうのはしない方がいい。じゃあ自然に、うん、まっすぐ肩から、で、ここやっぱまっすぐ引いてるの、私やっぱりここからね、開いちゃうんだよね、結構こっちに、そう、そう、早いじゃん、早い、こっからは、そっから旋回って感じ、うん、こっから、うん、腰が、もう腰も回って、トップ行って、はい、まあ、いいか、私ね、先に腰が回ることが手じゃなくて、でもリサちゃん、例えば私も手からビュー、ちょっと動くよ、ちょっと指導する、腰が、でも開きはしない、開きはしないな、あ、持ってる感じする？する。もうね、もうクラブ立ってるわって感じする。このイメージで朝ずっと素振りして、ドライバーででスタートして、なんかさ、私も寝るからさ、ウェってウェってなる時って寝る、ね、寝る、あ、そう、それなって、でフォローも、うん、こっち見てるんだな、いや私ちょっとこれやってるからさ、リサちゃんドライバーとかやってて、なんかキャリー156ヤード超楽しいじゃん。と一人で来ると盛り上がりに欠けるかも。2人ぐらいで来て、そうだね、なんかワーワー言い合いながらやったのかもしれない。本当に勉強になるよね、今のは。今のはちょっとダメです、数字を求めてすごい振ってる。振ったよね今そんな気がした。めっちゃ喋る。
来ましたよ、リサちゃんのドライバーショット。数値見ていきましょう。練習場でドライバー振る時の何かある？いやもうね、振ったりしない。もうただスイングバランスを見ながらフェースにちゃんと当たるように打ってる。こすりやした。こんな感じです。しいですけど厳しいからね、トラックも。そうだね。おお、ドローかけてったよ。これネットにさ、当たるじゃないですか、その場合どうなんですか、ネットまで。あとは予測。おお。大変。私の飛距離196だよ。厳しいから厳しいし、練習ボールじゃないこれ。コースボールにすると209です。いやもうちょっとです。トラックもほら辛口だから。そりゃさ、美穂にあんだけ置いて帰れる。やっぱ現役ってかよりはちょっと落ちたのかな、リサちゃん。さすがに。だけど、だって私美穂の5番ウッドとドライバー一緒なんですよ。あ、ちょっと飛んだ。飛んだ？217。お、飛んできたよ。リサちゃんが飛んできました。